いいかなんなのかわかんないんですけど。いただきマンモス。じゃね、刺されためっちゃ痒いんですよね。わかる？わかんないか。ラフが芽生えました。いただきます。いただきます。いただきます。皆さんこんばんは。ありがとう。シュークなんですよ。明日も楽しもうね。いただきます。うん、やばい。今日マジでご飯食べてなかったの。全然ケータリングも全然食べてなくて、明日も楽しくね。うまっ、マジ美味しい。初めて行きました、嬉しいよ。どうかお疲れました。お疲れ様でした、ありがとう。明日も行くね、待ってるね。今日は様子のありがとう。そう、お弁当なんですよ。対戦楽しかった、よかった、元気になって、うまうまなんだけど、マジで最高、幸せやばい。お手紙ありがとう。やっほー、忘れな。わかる、ここ蚊に刺されてめっちゃ痒い。書かない方がいいよね、触んない方がね。じゃ、今日は前回の幕張より成長してました。楽しかった、レナも楽しかったよ。お寿司とお酒大丈夫？そんなに元気にしちゃって大丈夫かね。もう限るな、意外にね。なるみさんに会ってないんですよ、私時間がね合わなくて。 AKB の先輩たちに全く会ってなくて、時間がなくてですね、会いたかったんですけど。ガセネタやばい。え、何ファンミーティングって、何ファンミーティングって何したの。かげやん可愛いですよねみたいな、それのですよねみたいな。かげやんってやっぱ可愛いですよねみたいな、そういうのろけ話してたのかな。見つかった、見つかった。まあ、いいな、銭湯。私も今から岩さんと遊びに行きます。うん、ふん、キュウリ、キュウリしか食べてない。今日明るいね、目が疲れる。でもこうしたら暗すぎるんですよ。タンいいな。左可愛かったよ、温泉行きたい。教会にしてるよ。わ、リーダー。リーダーの新事実発見。リーダー脱退しないでください。結婚していいよ。ちょ、ご飯食べよう、マジでご飯食べたい。あのトマトを2個かっさらってきました。なんかこのポテトは、なんかこのポテトさん、あ、ポテトじゃない、え、ポテトって言ったね。このトマトは、このトマトはあれなんですよ、やお野菜のやつに入ってて、なんかサラダバーみたいなのトマトだから、ゆうにはね寝て起きたんだと思う多分。で LINE してきたらちょうどね、え、セクシーですか。光ね、マジでないんだよね、一つしかついてない。だからみんなの画面はちょっと明るく見えるけど、レナの画面はめっちゃ暗いです。
レナの現実はめっちゃ暗いです。幕張ね、外出てない。鉄板に今食べてる。あとごま団子ある。焦げてる。ポテトって言ったね。今日楽しかったね、ありがとう。まさか来てくれるとは思わなかったから嬉しかったよ。食べ物全部だ。ブラックだからみんな欲しいなる。気持ち焼いてる。お肉焼く派なんだね。今日全然あれかも、全然名前みんなのことみんなの名前全然呼んでないわ。呼ぶとか言ってたのに。ゆうたの終わるの食べ終わってからありがとう、優しい。優しい。感動した。結婚していいよ。いいんですよ、内容のねある話なんてしなくていいんです。これがたくさん会えるのでっていう圧をかけてたくさん会いに来てもらってね。はい、これからねたくさん話せばいいんですよ。楽しかったら OK です。いいね、サウナは。ドライヤーないの？嘘、本当に？いや、ありますよドライヤー。ドスコイだけないの？ダメやん、それ危ないやん。今日は楽しい感じでした。今日はね楽しい感じだったよ。Vlog 見ました。何それ、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 何それ。ん？ X の限りで可愛くない、漏れなかった今日。漏れれな。ノー漏れれな。それな、みんなオタクが、オタクがとか言って、レナオタが途切れないように、なんか人がいなくなったなって思ったら、ささささ、次は俺が行こうぜ、みたいな。っていう面白いシーンでした。今日はね楽しかったですよ本当に。うん、エリコさんに会えてないんですよ。エリコさんというか NKB のメンバーに誰にも会えてないっていう。もし会うなら何年ぶりって話なんですけどね。名前言わずにお前とか言ってないやん。言ってないよ。ありがとう、お疲れ様でした、ありがとう。内容ないよ、そうなんですよ、内容はないんですけど。おせらな、内容はないけど、名前覚えてますよ。面白いですよ。転んでって。明日の圧。いやでも滑走路微妙だったよね、ちょい滑走路だったよ普通に。アミちゃんの時ありました、お疲れ。回ってる方大変。いやそれのそれのそれの。マジそれの。え、あの写真はね、あのココさんに撮ってもらった。お子さんに撮ってもらったから分かんないんだよね。
みんな楽しそうだった。苦手な僕ありやば。うん、私左利きなんですよ。左です。今日ありがとう、フレグランスやりよったな。めっちゃ言われた、香水臭いって。香水めっちゃしたでしょって。でも 2プッシュとかしかしてないんですよ私。ガチです。うん、そう、なんかこれから帰るって人は、電車があってこれから帰るって人は、あのなんだっけ、7部のトークでバイバイしました。仕方ないよねそれはね。ねんねんにはめっちゃ分かった。え、なになになに。うん、匂いね、香水は分かった。皆さんありがとうございました。今日ほんほんほん、ここの携帯で撮って送ってもらった7部ね、遠くかいね。え、なに怖い。なんかボール当たった、窓に。野球少年いる外に。怖い怖い。薄い、え、わかんない、あんま感じないかも。モンニュールン、やられたって思った。おい、左利き師匠マジか。左利きは頭が良くて可愛いんですよ。可愛いは余計とか言われそうだけど。ん、言ったね、蚊に刺されたんだよって言おうと思ったら言った。ん、待って、治ってきた、治ってきましたね。嬉しいのは内緒。え、優しい、無理。優しすぎて無理。問題は明日のキューブなんですよ。みんなが見たい滑走路になるのかどうか。かわいい、してるよ、おつー。ほんとかな、2プッシュ。え、ガチ2プッシュだよ、ほんとほんとほんと。あ、でもトークの時に、先にトークだったんだけど、トークの時に2プッシュしてる、してたから、あ、1プッシュかな、だからかな、分からないけど。羽田空港にいるの、どっか行くの。うん、アンズさんがあのちゃんめっちゃなんかあの報告してきてくれて、アンズさんの横通った時に「限れなそうそう」みたいな、「撮れたよ」みたいな、「ありがとね」みたいな、「どう似てる？」って写真見せてくれて。手笑った。え、そんなに匂った。え、あとね、命かけて。いや、なんで命。ね、なんで基準にしたのにね、思ったよそれ。こんばんは。私案外覚えてるんですよ人のこと。うん、髪型可愛すぎて。え、でもね、あのあれだよ、普通にストレートのポニーです。ココさんにポニーの限りのポニーの印象がないって言われた。手が離せない。お、聞いてて。蚊に刺されがち。なんかアレルギーなのかな。レナって疲れたり、
あの場所が変わったりすると目がもうめっちゃ腫れちゃったり、まあでも蚊に刺、でもね治ったの、ほらもう腫れてないの、蚊に刺されじゃないんですよ。だから一時的に腫れたみたいな、なんだろうね、高木のせいじゃないでしょ、優しいね、歌ってる、すごく詳しく幕張メッセすぎ、今ちょっとおかしいよただのスマホから送信、え、どういうことどういうこと、うん、ポニーテール好きなんだ、よかったよかったです。眠いのか、うん、前回よりはねまだマシだったね、人は、人はマシだったんですけど、はい、うん、先週取った頭、あの帰りに、帰る時に横になる時にでかすぎて、これが痛いなと思って、いやすごいですよ私はすごいですよ私はウクレレだけね、こっちはねストレート、あ、本当にポニーの印象ない、嘘、びっくりしてんなめっちゃおもろい、明日まで内緒ね実物、そうめっちゃ言われる、今日もね結構 2,3 人に言われた、やっぱ実物の方が可愛いねみたいな、死体大きい周辺、そう、もぐもぐ配信、ポニーテールいらしてくれるとみんな嬉しい、え、そう、みんなになんかあの服見せてて時に360度回転した回転しました、360度、そう、ポニーテールとシュシュでした、今日は、やばい、ご飯入っちゃう公園ね、私も公園は髪の毛はちょっと長いから、長くて量が多いから絶対縛った方が楽なんですよ、可愛いとかそういうのじゃなくて楽だから、ちょっとね、なんですけどダメですね、うん、結婚していいよー、犬が実物見るとマジビビる、マジ言われる、嬉しいのそれ嬉しいことですか嬉しいことでいいよね別に悪いことではないもんねそう、短い時間でみんなきっとそう見たいでしょ、私服とか髪型もってなったら360度回転するのが一番ね効率的なんですよ、だから360度回転してる、回転してる間に履ける、やばいやん消えてるバクってしないよ、髪くぐっただけで今逆よりはね、ポニーテールでも頭疲れるんだよね、あと移動があるときはあの寝れないじゃん、ここが痛ってなっちゃって、かわいい、知ってるよー、だから毎回やつの目がちゃんと回転してます私、え、それが一番効率的だよね、みんなも嬉しいでしょ、回転が、ぐるぐる回るわ、うわ、いいね、ファッションショーいいね、一人で誰か一枚剣使ってファッションショーさして、レナにあ、やばい、クリアなファミレさん
アンチ枠やばい、トッポギにさチーズが乗ってるんだけど、もうなんかトッポギ爆弾みたいになってるんだけど、ちょっとこれは、ね、食べれないですね、お腹いっぱいですワンピースの何？いや感じちゃったら止めたらやばいやん死ぬ、それおもろいねだまって吐ける後ろ、戻ってきてワンピースです、可愛いんですよこれが、うんうんうん、あー人の剣でギャルかも ないですよ、私ギャルじゃないので全然。いいな、お肉たくさん行くからだよ、12期たくさん行くから。ん？なんかね、スタッフさん優しかった。まだ咳が出るんですよ、たくさんみんなと話すから。てかさ、なんか咳出るならさおとなしく話せばいいじゃんって思うでしょ、なんだけど楽しくなっちゃって、あと案外滑走路じゃなかったからだからちょっと喉が疲れちゃってめっちゃ咳が出ちゃって、で水もちゃんと飲まないとと思って、でやばいやばいと思って水飲んでたら、ちゃんとあのストップウォッチ的なのを止めてくれてて優しかった。少年ですね、綺麗だよね今日ストレート。今日は束を少なめにしてちゃんと巻いたので。ね、後ろ姿人気なんですよ私。今に嘘ついてる。うん、今日ね結構初めましての人多かった気がするね、そう言われれば。そう、ありがとうございましたってね。いやまだかそってるけど全然うん、楽しかった。いつ懐かしくなるかな。おっつそう、うなじのかきもとやめろさせませんね、明日楽しみだね、あるの。一応水飲まん。いや普段は全然水飲まんくても大丈夫な人なんですよ、だから体がつったりするんやろうけど、なんやけどちょっと今日はさすがにやばかった。証言です。うん、名古屋の人も結構いた、いました。名古屋から来てくれたって人ね。喉は痛くないんだよ、咳が出ちゃうんですよね、咳だけ残ってる風邪みたいな。はじめましてしたい言いまして、しよう早く。
メンバーに時間あげてる。めっちゃおもろいやん、何それ。ぜひぜひ会いに来てください。うなぎじゃないよ、うなじね。うなぎじゃないから、ね、自分でうなじねとか言うのもなんか嫌だし。で水2リットルのも飲めない。そう、懐かしむ時来るからね、いつかね。大阪の人はいるけど兵庫の人はあんまりいないかも。名古屋に行ったらいるかな、兵庫の人。幕張はあんまりいないですね。必要なかった。確かに。うん、ね、制服の目ね。記念の気分のために朝から待ってた。いや、朝から待つ必要ないんやって。言い訳がすごい。いや、地震のうなじじゃない、みんながね、うなじ好きなだけだからね。どうせかきれなじゃなくてもいいんですよ。誰のうなじ見てもみんな少年だから。うなじだ、やばい。みんなの少年の真似した少年みたいに口噛んでてた。うん、誕生日一日違い。え、でもね、9月13日のあの知り合いはめっちゃいますね。お花も一日違いらしい。13日めっちゃいるんですよ、私も知り合いが。知り合い、こういう人は本人なんですけど、13日だから。ね、明日のキューブもね。ね、それな、自分で同じの鍵元とか言っちゃったんだけど。ひらの途中抜けだしか気にないった。小声はもうコメントしちゃダメなんや。営業でも営業やばい。営業やばいですね。営業おもろい。お腹いっぱいになってきちゃったらね。大阪の人結構いるんだよね。そうそうそう、関西でね、どこかあればいいのにね。同じの鎖骨、肩甲骨も入れてほしいわ。うなれな。肩甲骨はね、さすがにね。らしいね、関西なんか前あったみたいな。あ、太もも少年やん、何がええやん。家じゃないわ。え、マジでレナに会いに来る人って緊張してるのって感じの人ばっかりなんだよね。でもなんか緊張してますとか、緊張したよとか言う人も中にはいます。何の紹介。中にはいますとか言って、何の紹介だ。水こっち。大阪一でいいのね、加減増えちゃうね。それでいいよね。いつも緊張するんだ、一回一緒に初回だけじゃなくて。もう緊張しない、緊張してました、本当に今から緊張してます、本当もう絶対してないやん、みんな、みんな絶対緊張しないでしょ。ド緊張絶対嘘やん。一緒だと話すの、あー緊張するね、それは。それは緊張するよね。
何やるか分かんなくて。あ、じゃあリップ塗ってボキにマジレスしようじゃ次からしよう。あ、実際の方が可愛すぎて、実際の方が可愛すぎてあれってこと？緊張しちゃうよみたいな。見て、やばない？この黒さで、え、やば、吸血鬼みたい。食べました、肉こういうことやるからね、緊張してもらえなくなっちゃうんですけど、気をつけます。緊張しました、ボエミ。気絶する、絶対嘘。ひらりが緊張してた、毎回緊張する。本当に学ぶる、好きな話しよう、しようしようしよう。最後それで、ゆあさんが来たゆあさん来たけど一旦掘ってみよう。絶対ショールーム見てるわ、声聞こえる。髪シャツ違う、比べても横に貼っといてよそれな、あごはぁとか言われて怖かったですいや、めっちゃコンコン今日会ってないけど、え、緊張してないように見える。ジョブジョー、お、結婚して、サービスたくさん揺らしてあげました。ヨウさん一人、二人いる、わかんないけど。男は入れるものが好きだからね何で爆笑してんの静かになったよ、なんか岩さん静かですね、わかんないけど。見てくるあ、牛の姿見せるわ、可愛くないですかこれ、早くして、オッケーオッケー可愛いよね、可愛くない可愛くないですか、可愛いですよね。一緒にしないね。あ、100回目ありがとう。可愛いっしょ。え、背中見てた？本当に？見えてた？自分で後ろ姿も分かんないんですよ。自分でこの後ろ姿が分かんなくて、見てなくて。肩甲骨ね。え、肩甲骨見える。これ脱いだらね。だけどこれ着ちゃってるから。なんか死ぬ、尽くされて死んだ
え、ガチ可愛くない？これ早くして言われました。イワちゃんに靴を借ります。靴を借りるんですよ。だからあの持ってきてって言いました。え、私も女の子のポニーテールは好きですよ。はいはい、好きですよ。死んだ。言い方好きですよ。いや、服を見せたんだよね、みんなね。なんかうなじうなじ言ってるけど、しかもポニーだから見えないです。やめてもらっていいですか、そういう少年みたいな発言やめてもらっていいですか。はい。うんね、かわいいっしょ。いや、忘れてないよ。かわいかったでしょ。絵に描かないよ。船話なの、やばい。じゃあ明日のトーク会にもし来れる人で、レナの足が裸足で歩いてたら、あの裸足なんだって思ってください。靴履いてたらちゃんと靴履くんだなって思ってくださいね。忘れてた、悲しい。え、可愛いんですよ、本当に。可愛いんですよね。ゆあさん来たら終わりますね。ゲームペースに乗せられてた気がする。それ思った。今日女の嬉しさがにじみ出ているって来ました。いよー、いた。いたバチ当たったわ。靴を買わなきゃ。支えなきゃやん、それ。オタク用語、支えなきゃ、限りの支えなきゃ。え、マジでアイドルになってからほんまに面白い、みんなが使うオタク用語をめっちゃ覚えた気がする。支えなきゃとか、マジで。なんか最初はなんかほんまに、そのなんていう、今日ご飯食べたいなみたいな、そういうなんかその人の感情であの支えたいっていうのをなんか言っとんかと思ったら、多分オタク用語で あるらしい。それを知らなくて、それを知らなくて、支えなきゃって何って思いましたね、最初は。いや、話じゃないから。今朝マーミン忘れたと思う。まだまだ飲んな。なんだこれ、かわいいぞ。キスかわいい。かわいいですね。私もリップを塗ったばっかり。見て、たらこ唇に見える。でも上唇は笑ったらなくなっちゃうんですよ。今日もトレンカー見てました。いや、それな。マジで見てましたじゃないわ。剣干された。マジおもろい。うん、女学校教来。来ました、終わります。みんなバイバーイ。どうかありがとうございました。でも楽しかったよ。何そのか。はい、もやし生活してでも限りのを支えてください、みんな。はい、靴着たからね、靴着たから。バイバーイ、おやすみ、支えてもらって。配信ありがとう、こちらこそありがとうね、来てくれてお疲れ様でした。配信ありがとう、バイバイ。え、ごめんね、めっちゃ急だったね。ごめん、もうちょっと言っとけばよかったね。おやすみ、ありがとう、おっつ。わかんない、帰ってきてまだ時間、たまにやるかもしれん。わからん、わかんないけど、ひどい、ごめんな。お疲れ様、バイバイ、またね、バイバイ、またね、ニュースよろしく、オッケー。今日はありがとう、ありがとうね、こちらこそ。死ぬくし、イルジョン、おやすみなさい。おやすみ、生活してください。ゆうちゃん、チキチキ、あれ、私は、おつりじー、じゃあねー、バイバイ。またメール送って、
時間あればやりますね、夜。おやすみ、またね、アプリお疲れ様、ありがとうっていう咳が出ちゃうんですよ。バイバーイ、ありがとう。同じサービスバイバーイ、おやすみ、ありがとうね、好きだよ、レナも。おやすみ、バイバーイ、ラブ、バイバーイ、さよなら、またね、またメールで会いましょう。